の今日時間が許す限り、あの街の人と話してもらったり、どうですか堀さん、なんかクエストとかもやってもらっていいですか、ね、そうですね、これ一番この辺で一番大きなあの城下町なんで、はい、いろんなクエストがあったりするんで、クエストの人はちょっとね吹き出しが出たりするんですけども、まあ、いろいろ話しかけてもらえますかね、はい、あの今回のドラゴンクエスト11は、一言メッセージの NPC は相手話しかけなくても近づいたら、ね、白い吹き出しで話してくれるんですよね、あのあんまり人多いと面倒くさいんで、そういう風にしてあります。どこ行こうかな、これもう早速私たちが想定しない方向に走り始めましたね、はいすいません、これうちのスタッフだけはそっちじゃねえよっていうところでいやいやでもいいですよ、まあ、自由に歩き回、どっから来たの、まあ、せっかく歩き回りましょうよ、自由にね、自由に行ってくれていいですか、いや怒られたくないですよ、でもあ大丈夫大丈夫です、本当ですか、え正面じゃあ突っ込んでいく感じいいですか、早速こっちのこれはなんだ、2人の、ね、ブレイク将軍と来ました、ね、シホメロスを一目見たくてはるばる観光に来たんだ、お城に入れない、もう書かれた本を読めればいい、本を探すの手伝ってやりますか、じゃあじゃあやってみましょうか、はい、ちょっとこんな町の本棚に、いや結構本棚多分多いっすよ、まあ本棚はね、いろんな本棚がありますからね、はい、あの実際に特に目立った本がない場合もあれば、はい、それなりのね、あの内容が書かれた本棚もありますから、はい、頑張って探してください、大体初めての人がこれを探し出すのがどれぐらいかかりますかね、いやでも10分もあれば10分で行けますか、本当ですか、いろいろ街の中を探索しつつ、ね、そうですね、もうちょっとクエストがあったりするんで、それも受けてもらったりして、上はお城ですか、上はね、お城です、そこはちょっと行かなくて、はい、堀井さんの誘導次第ですよ、ジョイ君がクリアできるかどうかは、そこでですね、左の方に行ってもらえれば、はい、あ、こうどこだ、あ、そっち入っちゃわないのがいい、入っちゃわない、ちょっと一段下降りて、うん、左の左、左行って左、左行って左、こっちですか、あ、そうそうそう、そこ左、ほら、またここにもクエストがある、あ、ったね、え、何、ちょっとセカンドクエスト、泣いてる子、泣いてる子、はい、屋根の上にいるメアリー、あ、これ簡単そうじゃないですか、猫綱がもらえますね、これちょっと上向いてもらえますか、じゃあそこで、はい、猫見れるかどうか、え、見えるかな、見えるかな、反対側かな、反対側かな、え、どこですか、もうちょっと前に行って、前、え、右見れるかな、右、こっち、うん、あ、見れるかな、あ、あいつですか、見た、見、見、見方、今ちょっとこっち見てますよね、尻尾振りながら、痛い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 簡単に言いますけど、堀さんどう下ろし、強ジャンプじゃないかな、強ジャンプ、強ジャンプ強ジャンプ裏の方に回れば多分屋根の上流れはしごとかあると思うんで、え、どっち、おい、あいつですよね、そう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 、どっから行くんだよこれ、こっちからじゃないですか、なんか 裏の方行けばなんかあるかもしれないですね、え、室内からですか、室内じゃないですね、外からですね、外、さっきの建物の裏手に回ってみたらいいじゃないですか、ね、ちょっと探し出して、はい、あ、こっちじゃね、どっから行くの、わかんない、堀さん、変わってもうなんかちょっと歩き回ってみましょうよ、そうそうですね、いや、なんかほら、あの猫を諦めて本棚の方がいいかもしれない、そうですね、確かに今ね、僕2個背負ってんすよすげえ緊張して、どうしよう、本ももう どこだかわかんないし、とりあえずじゃあですね、マップでですね、あのもうちょっと東の方に行ってくれますか、東の方に、ね、こっちじゃないですか、皆さんにご報告あります、ノー打ち合わせですそうなんですよ、ノー打ち合わせなんですよ、ノー打ち合わせでお送りしております、本当緊張してる、いや、みんなでもこんな感じになりますよね、俺がおかしいんじゃないですよね、はい、なんと東の方ですね、右の方っていうか、
でこっちでいいんですよね、東のねどっかあの建物の中にあるんでね、いいんじゃないかな、その先の方で、ここか、もう片っ端からそこら辺の家の中入って、これ入れない、ここ本棚をちょっと探してみますか。いや匂うなこの家、入ってくれますか。じゃあ、お本棚が、ぽくない、ぽいぽくない、ぽい、ほら来た、あーすげー、すごい、ちょっとヒント出しすぎでしょ確かに、なんか拍手もらうのも恥ずかしいですじゃあさっきの人に報告いきましょうか ね、はい、多分序盤であのクエストやるとあの銀貨がもらえるんですけど、銀貨を多分売ると結構その冒険の役に立つ装備とかも揃えられるんで、お得なクエストですね。どこね、はい、あいつどこいましたっけ、あの上に上がる階段の真ん中の方ですね、真ん中の階段の麓ですね。方向が分かんなくなってくるんだよな、これって…あ、違うな、いや、下のマップ、あの左下のマップを見ると多分道があるんで、そこを伝っていけば、あいつどこだっけ、ずっとまっすぐ行ってもらって、ね、広い通りに出たら右ですね、うん、そうですね、はい、まっすぐ行ってもらって、あそこだな、あれ、この後、あいつですよね、うん、はい、あ、そこですね、うん、あれそうですね、あ、そうです、はい、お金もらいましたね、いただきました、売ったらいい、いいですよ、そうですね、OK、クリア、いやでもまだ猫の一件が残ってんだよな猫もう一回さ、猫のちょっとどこ行ってみない、猫どこだっけ、猫の方、あ、猫のがね、多分クエストの難易度としてはね簡単なはずなんだよ、そう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 で、そこだよね、そこで上、うん、上にいるよね、あそこなんですよね、猫があそこなんで、猫あそこ分かってるんですよ、猫の場所は、そうそう、だから左から行って右に回り込めたりしないかな、どういうことですか、家の中、家の中経由、手前手前、この家からそれ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 、下で上から、そう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 、はいはいはい、これ、あ、なんかあるよ、高いな、高いな、はしご、はしご、あ、来ましたね、そう、いた、あ、いました、はい、見つけたよ、飛んでもらって、はい、飛んで、はい、にゃーん、あ、挟まっちゃってたんですね、よし、降りるときは簡単なんだよね、はい、そうですね足首やらなかったんで大丈夫ですね、猫砂ゲット、あ、煙突にも入れちゃったりするんですか、ニコ砂をもらいましたね、はい、よし、これでじゃあそう、今猫のところでたまたま上行きましたけど、ええ、この町がやっぱりこう立体構造になってて、ね、いろんな屋根の上に登ると、はい、実は隠してある宝箱があったりとか、屋根自体にどっか行けたりとか、ああ、なるほどなるほど、はい、まあ、もうちょっと時間があるんで、じゃあこの町の NPC と 村人といろいろ話をして、はい、まあ、ここら辺に書いてありますね、ええ、うん、こうなんか言ってますよ、西側の路地の梯子で、西側の路地、そう、梯子があんのかな、梯子があるんですよ、上に上がる、どこだ、ちょっとね、隠れてるんですけども、どこ、どこだろう、お兄さん、どこ歩いてるこれ家というのね、間なんですけどね、
この辺りじゃないですか、違います、その…え？ちょい上ぐらいかな、マップリートちょい上ぐらいな、マップリートちょい上、え？隙間、家と言って隙間ですね、あれ、どこだ、こっちじゃないですか、人がやってるとどこあるって分かんないよね。そうなんですよ ね、 ね、まあもう上に登るのは諦めましょう、うんうん、街の人といろいろ話してこの街の雰囲気を皆さんにレポートしてあげてください、はい、了解しました、じゃあ戻ろう、結構多分探索、街を探索するだけでも楽しいんじゃないかなと思います、ね、隅から隅まで探索すると結構いろんな発見がある、家の中とかも入ってもらって、はい、どんどん入れるかな、どこか、おもろいですね、あんた大物になるよ、ドラクエあるあるです、そうですね、ガンガン入ってって ね、普通にいろいろぶっ壊しますからね、壺とか倒すね、ちょっと失礼しましょうか、じゃあこの辺りもね、あの人の前でね、勝手に金お金分違いましたね、すごいっすよね、もう家主の前ですからね、家主いますからここに、見てなかったっすね、でも家主2回も行っちゃいます、2回もはい、何なんだ、あとリアクションしますから、ね、何なんだってなりますよね、自分家の壺ね、叩き割られてますからね、ほらここはね、入れてますね、後ほどじゃあ何か手に入るかもしれないですね、はい、失礼します折れましたね、こういう風にね、自由にいろいろできるんで、いけるんで、はい、どんどん探索してもらって、はい、ね、お話をガンガン進めていくのもいいですけど、街、うん、探索して、まあ、怒られない範囲で壺割ったりね、樽壊したりとかして、戸棚開けたりすることによって結構ゴールドとかアイテムとかがたくさん入手できるので、先が便利に、先が有利に進められたりしますんでね、あんまり駆け足で行かないで、いろいろ街の人の話聞いてみるのもいいかもしれないですね、ゆっくりと、いや吹き出しが白い人はもうそれ以上のこと言わないんで、はい、もう道路だけ、そば通るだけでいいみたいな感じですね、はい、じゃあそろそろ時間ですかね、はい、まあ、これは残りは皆様、今日ねクエスト2つもご紹介できたので、うん、ジョイ君のおかげなんですけれども、はい、あとは実際に遊んでもらった時に